自宅兼店舗全焼のビッグダディ、焼肉店の一角から再出発。昨年10月に、岩手県森岡市内にあった自宅兼店舗の骨継ツ森岡屋が全焼し、漫画喫茶で生活していたビッグダディコトリンカキヨシ、49が、東京、浅草橋の焼肉店の一角に、新店舗を構えることが4日、分かった。本来は、 個室として使われる3畳ほどのスペースで5日から完全予約制のリラクゼーション店を始める昨年のクリスマスに都内の新居に引っ越し活動拠点を東京に移動肉を焼く店から再出発する浅草橋駅から2分ほど JR 総武線の高架下にある焼肉店千代田区東神田には 電車のガタゴトしたた。音が響いていて焼肉のいい匂いが鼻を刺激するリラクゼーションの店があるとは想像すらできないスペースにタディが異色の店舗を開店したきっかけは昨年11月末食事に訪れていた焼肉店のオーナーから「うちの一角でやりなよ」と声をかけられたことだった 焼肉店でリラクゼーションなんて非常識だけど、非常識も行くところまで行ったら面白いじゃないですか。人生すべて、そうなんですけど、思いつきなんですと、タディ。とんとん拍子で話は進み、今日5日から開店する運びとなった。一時は、焼肉店で意気投合した男性の家に居候をしていたが、12月25日に。 都内の家賃6万4千円の新居に引っ越し東京に拠点を移し四女・宮子よしちゃん15と2人で新生活をスタートしている遊び心を持ってやりたい愚痴聞きコースや子育て相談コースを作ったりねちゃんとした人はたくさんいるから違った発想でとダディならではのスタイルを模索中 長男新志さん22を教育して節分の時期を目処に東京・亀戸に2号店を開店する計画も進行中という家が全焼した当時は子供たちに焼肉を食べたいなんて言うなよとジョークにしていたダディがまさかまさかで焼肉店に城を構えた